笠国のですね、ハサミ目切り用に3つあるんですけど、ちょっとこれ名前ちょっと小学生の字みたいになっちゃった。見えるかな？見えます？昼間って書いてある。うん、これ記念にね作ったんですけど。名前入れますかって聞かれて。で憧れの名前を入れたんだけど、何ですかこの字はって笑うしかない。ね、こういう感じで入ると思いますよね。なると思ったんですけど、もう一個あるんです。ごめんなさい。いいですか、ちょっと。もう見えますかね。ここにあるんですけど、ちょっと昼が薄くなっちゃったかな。はい、見えますかね。これも、入れたんですけどね。で、しばらく恥ずかしくてテープ巻いてたっていう、せっかくの名前を、というやつなんですけど。はい。目切りとしてはですね、実は普段剪定で使ってる、よく使ってるのが、このハサミなんですけど。目切りとしては、これとこれが2つあるんです。で一番使いやすいのはね、これ何が違う？おすすめ、非常にね切れやすい。なんていうんだろう、この多分隙間もそうなんですけど、多分厚みとかもそうなんですよね。これがね何しろ使ってると一番切れやすい。目切りもいいし、ケヤキなんかの剥がりもいいですし。なるほど。でね、これは後から買ったんですけど、これはたまたまね見つけて中古で買ったんですけど、ねちょっと力がなさすぎる、細すぎちゃって、買うんでしたらこれは非常に使いやすいからおすすめです。そのなんか品番とかあるんですか？あ、これねちょっと僕に差がわからないあれだ、タッチョさんがね書いてたんですよ。ああ、なんかコメントありましたね。31なんとかなんとかですねって。ちょっと調べてください。がそれなんですね。これはこれですね。これが一番いいやつですね。何が違うんだろう。これはやっぱねちょっと太い枝用だから、やっぱり太い枝用に若干隙間も空いてるんだと思うんですね。で程よくこれがそういうここを叩いて、先がそうですね、ここを叩いて間隔がクリアランスっていう言葉が合ってるかどうかわかんないんですけど、この刃の隙間が多分程よく少なくて、で、ちょうど力も加わるんで、目切りとはがり、もうこれ一番いいです。これは正直言うとちょっとあんまりおすすめしない。それも、全部マサクニですね。の白染めってやつですね。汚いですけど。なんか真ん中。これが目切りはおすすめなんで、枝だとねちょっと弱いですけどね。ああ、目切りだとこれ。目切りだとこれがいいです。すごくこれ使いやすい。おすすめです。はい。マサクニって言ったらみんな憧れの。そうですね。やつなんです。多分はい。でこのハサミも普通のハサミですけど2種類。何が違うか分かんないですけど、1万円ぐらいのやつと2万円ぐらいのやつがあるんですよ。なるほど。そうということですね。これは普通ですけどね。ちょっとだからこれこうちょっとガタありますよね。こう、だからこうやっぱり少し緩めてあるんで、太い枝切りなんかは遊びがあった方がいいんですね。これ目切りバサミ。こっちは目切りバサミ。この2つは。普通の人がハサミを作業用に購入した中でも上位のやつですね。そうですね。結構だから憧れのやつですよね。まあそうですよね。さすがですね。ちょっと掃除すればよかった。今度ビルマさんセレクトのおすすめのマサクニシリーズですかね。やってもいいかもしれない。わかりました。まあマサクニだけじゃなくてハサミの話もね。ハサミの話ぜひ。買って全然使ってないのもあるんでね。でやっぱりこういうハサミ良くないよっていうのもあるんで、ちょっと用意しておきます。今度綺麗にして、ぜひ。じゃあ今度蛭間さんの道具の紹介、そうですね、もう見れるということで。わかりました。ありがとうございました。神田さん、蛭間さんに目切りバサミ見せてもらったんですけど、神田さんハサミ何使ってるんですか？目切りバサミあります？切りバサミは持ってないんで。それは？これは普通に使ってるやつ。切る時に使ってるやつか。細くて長いやつ。今までは軽くて、もうこういうのも使ってたんですけど。手焼きとかなんかちょっと手元でやりたい時、これ短くて、これ吉光とかのやつなんですけど、ある程度ゆとりがあって軽いんですよこれ。なんかすごい軽くて、同じ吉光でも違うんですね。これだけなんか素材がちょっと違うのかな。目切りの時はこれ使ってる？目切り最近は松とかやる時はこれ使ってるですね。ケヤキとか目摘みの時とかはこれとか、金芯のこれとか。はい。じゃあ目切りバサミって別になくても大丈夫？なくてもいいんじゃないですかね。ってこと？逆に大きいのやる人とかはこういう。やつ、これまさくんのやつで、こういうのを使ってもいいかもしれない。そもそも目の太さが太くなるんですよね、大きい松とか。だからそういうのとこっちの方がまあ使いやすいんじゃないかなとは思いますけど、ね、でも僕はもう大きいのもちっちゃいのもこれでやっちゃうんだけど、それは何？これはねまさくにのやつで、この3つは全部旦那のお下がりなんで。ああ、そうなんだ。買ってないんです。これは自分で買ったんだけど、これでも使いやすいんですよね。ここダイヤル式なんで、合わせ歌詞名合わせるのが楽なんですけど、まあ、こっちはもう普通に打たないといけないんですけど、金新義満正国正国、僕の一軍かな。一軍古いやつだけど、あ、これか、これ僕の、はい、これはもうあれに使って、その目切り全体に使ってやつ 8028 で、これは何番だろう、大きさから言うとこっちか、こっち8002か8000、こっちかな、8202かな。これはここが太いんでわりかし、ただ小回りが利きやすくて、あんまり邪魔にならないんで、例えば大きいやつの枝を落としたりとかするときは僕はこれ使ってます。今正国はいいんですか？でしょうね、多分。正国をずっと使っていながらやってて、でやっぱり義満も使って金新も使ってるけど、やっぱりそれぞれなんだろう、これでしか、金新は僕これしか持ってないからあれですけど、義満めちゃくちゃ持ってるんですよ、これらも義満全部長さ違うんですよ、全部お下がりだけど。こんなにハサミっている？やっぱり用途によって分けたりしてたんですけど、いいやっつってもうこれになっちゃった、最近は。なるほど。オールマイティー使い、いいやつだと切れ味もそんな変わらないし、形的には何バサミなの？これはなんて言うんだろう、剪定バサミなんじゃないですか。C 型剪定バサミ。剪定バサミ。これらはさつきバサミって言うんですよ。はいはい。これはちょっと違うんだよな。これ奥歯なのかな？違うか。奥歯ではないかな。これいいんですよ。取り回し。ここが薄いんですよ。だから多分軽いと思うんですけど。なるほど。でもスッて切れる。こっちはスパッていける感じ。でこれはサクッていく感じ。だから、ね、これ切ってる感がすごいんですよ。その肉切る感じ。サクッて。これはトマトの皮。これはもうキャベツスパッていう感じ。もう感覚でしかないですよ。初心者はどれがやっぱりですか、最初。そうですね、さつきばさみって結構中で切ればいいんですけど、刃先の力が極端にあるわけでもない気がするんですよ、僕の感覚として、はい、だからオールマイティーに使えるどうなんですかね、この形あんまないですからね、それはそもそもちょっと使いにくそうだなと思っちゃうんですけど、その俺もそう最初そうだったんで、俺さつきばさみ好きだったんですけど、最近これ使うようになって、あれこれいいなってなってんだよな。これって力入るんですよ、抑えるのに。それが良かったんですけど、弟子で長時間仕事するようになったら、やっぱ楽なの使いたくなってきて、ってなるとやっぱこれなんですよね、楽で、でちゃんと力が入る。まあちょっとお高いですもんね。ちょっと高いですかね。ちょっと重いし、ちゃんと。ちょっとこっちなんかここが厚い感じしますよね。だからザクっていける感じ。なるほどね。だから細い小手先でこうやる感じ、こっちは。なるほど。このちょこまかちょこまか。これ売ってるんですかね、まだ。売ってるんだったらこれが僕は使いやすいからいいんですけど。あ、これか。8028。これなんですかね。これやっぱ正国がいいということでいいですか。正国に落ち着いた。やっぱいいものはいい、信頼と実績。なるほどね。メルセデス・ベンツ。メルセデス・ベンツ。これは。これはフォルクスワーゲン。フォルクスワーゲン。これは。これはアウディ。全部いいな。これらはもう信頼と実績のドイツ車って感じじゃないですか。やっぱり最終的にはベンツに行き着くんじゃないですか。まあ人によっても違うと思いますけどね。そうそうそう、だからどういう作業にするかによるんですね。あと大きさ。自分と合うかどうかとかね、持ってる木と自分の作業と。作業量とか、うん、長時間するんだったらやっぱり取り回しが楽であんまり力が入らないハサミを選んだ方がいいですよね。なかなかね、多分みんなネットで買うと思うから試せないですもんね。そうなんだよな。うちに来てくれればもう自由に試し切りしていいはい売ってないけど売ってないけどね売ってないけど試せます。試します。はい、はい、ありがとうございました。はい。